1>, 1日1個のリンゴリンゴにまつわる格言はもはや語り尽くされたとも言えるほど多く存在します象徴というレベルにおいても白雪姫、ウィリアム・テル、イブなど有名な物語を挙げていくとキリがありませんしかしリンゴは栄養的な側面に比べてその味覚的な側面から賞賛されることはほとんどありませんリンゴは広く栽培されていることからもフルーツとしての集合的な要素で見ると最も優れた果物と言えるでしょう 原産地や品種、その加工方法によって、実に様々な異なる特徴を持っています。イタリアには約2000種類ものリンゴが存在します。トレンティーノやアルトアディジェで栽培される多くの品種から、ほとんど忘れ去られていたような果樹園から発見された古い品種まで、その種類は多岐にわたります。歯ごたえがあってジューシーなもの、甘くて粉っぽいもの、小さくて不格好なもの、大きく、 丸くてツヤツヤしたものなど様々ですまた生のままあるいは皮ごと食べられるものからパサパサとした酸味が残らないように必ず加熱した方が良いものまであります果物といえば最初に思い浮かべることが多いリンゴのイメージとは裏腹に実はリンゴは果物ではありません植物学的に言うと偽りの果実と書いて「ギカ」という種類に分類されます なぜなら私たちが食べている部分は花の茎もしくは花工の最後の部分であり本来芯であるはずのない脂肪が芯になっているからですあまり知られてはいませんがモリーゼ州にはスピンスターというもっと評価されるべき品種のリンゴがありますこの品種はとても小さなリンゴでモリーゼ州だけではなくカンパーニャ州や アブルツオ州でも標本がほんの少ししか残っていませんおそらくこのリンゴの最も重要な特徴は日持ちをするという点でしょうこの品種のリンゴは一度収穫すると数ヶ月間食料庫で何の損傷も受けずに保存することができるのですこの特徴は非常に重要で例えばモリーゼ州で 羊の群れを伝統的な方法で移動させる羊飼いにとって、このリンゴは間違いなく貴重なものです。彼らは冬には地方の山々からアプリア平原に向かい、夏にはその反対方向に移動するのです。このリンゴのもう一つの特徴としては、特にお菓子作りに適したペクチンの少ないリンゴであるということです。伝統的なデザートや現代のパネットーネに使われる砂糖漬けによく適しています。また、 そののの名前の由来も興味深いのですこのリンゴの名前である「テンラという言葉は本来は未婚の女性を指す少し侮辱的な単語です。昔はリンゴの果肉は化粧品として使われより美しく魅力的な肌を作るための道具として使われていました。つまり独身である状態から抜け出すための秘訣として使われていたのです。 また名前に関係しているわけではありませんがリンゴの皮を芳香剤として使う習慣があったことも興味深い事実だと言えるでしょうしかしこのリンゴは多くの古い品種と同様特に加熱すると美味しくなる品種ですアップルパイを作る際にはクラシックで柔らかいものを作ることができるでしょうさて作る準備はできましたかケーキを作るにはまず5つのリンゴの皮を剥き一口より少し大きいサイズに切る必要があります同時に 小さな鍋を用意して、150グラムのバターを液体になるまで溶かした後、小麦粉と砂糖を大さじ5杯ずつ加え、よく混ぜます。その後、火から鍋をおろし、3つの卵を1つずつ加えていきます。そこにリンゴを加え、お好みでぬるま湯に浸したレーズンを1つかみ入れてください。それから、少量の牛乳でイースト1袋を溶かし、 生地に加えますよく混ぜ合わせ塩をひつかみ入れたら生地の完成ですその後天板に乗せて170度のオーブンで1時間焼きましょう冷めたら型から外して表面に粉糖を少しかけて召し上がってください